はい、皆さんもいるもいる、はい、現場に出てね、アシスタントをね、とにかく結果を出しながらワインディングの何でも使うね、こういうワンレン系ね、こういうのをね、ちょっとかけるときね、まあこうやって撮るとね、だいたいこうグラデーション入ってるね、ちょっとグラデーションきつくするとね、こういう風になっちゃってるやつね、これをね、縦巻きで巻けっつうのね、縦巻きで巻けっつうの、まあ慣れてる人は別にこんなの何でもなくね、こうやって巻いちまうけどね、うん、慣れてる人はこうやって巻いちゃうけどね、縦巻きでね、しかもここ平行に収めろって、ここ平行に収めるとかね、あの難しいこと言ったらどんどん難しくなっちゃうからね、まあこれでやっぱりペーパーはね、折ってやった方が楽だよね、斜めにして折るね、こうやってね、こういう時はね、ほんでまあこういう風にやってね、まあこれちょっと斜めになっちゃったけど、これ、まあ、これが嫌な人は嫌だけどね、ほんでまあ力抜きながら、まあ、平行に収めちゃう。でこれ我々俺慣れてる人はこんなのさっさっと今意味でにやっちゃうけどね、これをアシスタントにやれって言ったらね、無理なのよ結局ね。だったらあのアシスタントにやらせるって言ったらね、こうさ下手くそカットがなってグラデーションになってんじゃない。で1枚ペーパーしかできない子なんかね、1枚ペーパーしかできない子なんかね、これ無理に任そうと思うとね、こうやってみんなこうパラ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 こっちが落っこってきちゃうのかってね、まあそういう時はまあしょうがねえから、まあ、落とすやつは落としちゃって、あの短いのは短いのでもう一本巻くっつうの、二本巻かしちゃった方が早いよね、もたもたやるんだったら見てて気持ちがいいよね、あのお客様がね。でできればペーパーはこういう時ね、折って使わせるってことね、あの横折りじゃなくてね、まあ横折りでもいいよ、うん、できればこういうような時はね、縦に折らせるってこと、ペーパーをね、ね、ほんでもってこういうふうに巻いていくっていうの、うん、それとやっぱり早いよね。で力まないで巻くことね、背中に力が入ったり肩に力が入ったりするともう巻けないからね。で負けるよ、力入れたって力んだって、ただお客さんこんなになってこんなになってさ、こんなになって、お客さんこんなこんなガチャがね、力んで巻くとね、もう巻いてる力加減がほら不均一になるから、力むとね、お客さんも分かるはず、あの力んで巻かれてるなってね。あとスパイラルっていうのも使いようだよね、こうやって本当に今みたいに巻きにくいところ、レイヤーが非常にたくさん入っててね、まあレイヤー入ってなくてもいいんだけどね、スパイラルね、このスパイラルっていうのもね、あの、まあ縦、ペーパー縦にした方がいいよね、まあ横でもいいよ、1枚ペーパーってね、意外とね、折らないやり方ってね、意外と現場じゃ使えないからね、で端っこからね、こう巻いていくっつの、うん、そんでもってこういうふうにね、巻くってのスパイラルね、これ意外とね、美容師じゃなくてもね、教えるとすぐみんなできるようになるからね。これスパイラル巻きね。まあこういうふうにね。だからこれ縦でいいの、縦で横でね。縦にすることないね。まず横から入っちゃうね。普通に横からね。で、こっちから入っていいよ。根元こっちからね。そんでもって巻きながらこうやってね、こっちに来るね。ちょっと見えた？はい。これ意外とね、あの初心者、アシスタントでも巻きやすい巻き方。あの縦巻きね、ただこうやって巻く人はいねえと思うけど、今時ね、おばさんパーマなんか巻くときは、まあ、こういうふうに巻かせるっていうの。ほんでもって出来上がりは、はい、出来上がりはこうやって、はい縦ですって、こうやってね縦巻きにしちゃえばいいんだからね、縦に巻いたみたいでしょ。まあだからうちなんかだとやっぱりね、あのまあ毛先だけちょっと縦に巻いてくれてたら、まあ、横に取っちゃうね、横に取ってペーパー適当に縦にね斜めに入れてね、まあこういうふうにこう縦折りだね、横折りだとやっぱりやりにくいからね、で1枚ペーパーだとパラ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 落っこっちゃうからね、でまあ横で真ん中で普通に平巻きで巻くでしょ、平巻きで巻いて最後は何だか知んねえけど、何だか知んねえけどこうやってかけてこうやってかけてちょっとこれ失敗だね、あの横巻きだよときそうです、スライス取り方失敗したね、こういうふうに長方形正方形だよね、スクエアベースでね、スクエアベースで取って、はい、また縦折りが楽だね、縦折りがね、でまあこれ真ん中から巻いてっていうよ、真ん中から適当に、でもって最後はこうやってゴムかけるときにね縦にしちゃうっていうの、まあゴムかけるとき縦にしてね、はい縦巻きですってね、これ演出ね、で巻いてる最中ね、これじゃちょっと演出にならなかったらね、あのこうやって縦に取ってね、入りをね、入りをね、パーマの入りをね、斜めにちょっと置くね、斜めに置いてね、いや横じゃないですよみたいな感じね、ちょっと手首ひねって、ね、斜めに巻いてってね、あたた北に巻いてね、ああほんでロットね、はい縦巻きみたいにね、はい縦巻きって
ほんで終わらしちゃうっていうの演出っていうのもね、かっこよく見せるための演出ね。これだってもたもた負けよりこうやって待ち合った方が早いからね。まあ、あの若い子を育てながら、あの教えるっつの、育てながらね、実際育たないと先輩一人が疲れるからね、ロット全部巻かなきゃならないとかね、できるだけ二人で巻いてね、育てる。そんでもって変なやつは後で先輩が巻き直しゃいいんだから、カッコつけて、うん、お客さんも安心するからね。もう現場に出たらもうこの国家試験巻きはもう使えない。まあ使えるよ。でも条件が悪くなるともうこれ使えないからね。まあそういう時はね、こういうふうに折って使うっつうの。まあ中にはね、先生によったらね、2枚使う人いるよね。こっちに置いてね。まあこういうふうにね、2枚ね、巧妙巧みに向かってね、サンドイッチね、どら焼き巻き、ああ、ねえ、サンドイッチ巻きね。まあ、こんなのやる必要ある？こっちの方が楽じゃね？ね、こうやって巻くね。まあ若い人を育てながらね、現場で使いながらね。で若い人ってやっぱりいろいろやりたいからね、でもなるべくやらせて結果出さないとね、育たないし若い人飽きちゃうからね。はい